皆さん、こんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回はサプリメントでがんの生存率は改善するのかというお話です。がんと診断された患者さんの中にはですね、サプリメントに興味を持ったり、あるいは実際に飲み始めたりされている方も多いと思います。で、がん患者さんにとってのですね、このサプリメントの必要性については、議論が分かれるところです。私はですね、運動や食事などの、セルフケアの一つとしてですね、サプリメントを取り入れることはいいことだというふうに思っています。で、私の考えるですね、がん患者さんにとってサプリメントを取るメリットというのを挙げてみたいと思います。まずですね、体力の低下や栄養状態の悪化を防ぐという目的ですね。それから免疫状態を改善、それから抗がん剤の副作用を軽減する、そういうサプリメントもあります。またがん治療の効果を高める、そういう目的ですね。さらに精神的にポジティブになれる、これは自分で何かできることがあるということで非常にですね、前向きになれると、そういう、メリットですよね。こういったことが挙げられると思います。またですね、この一部のサプリメントには、がん患者さんの生存率を改善する、そういう効果も認められています。で、今回はがん診断後のですね、サプリメントが生存率に及ぼす影響についての最新の研究結果をご紹介します。これは今年の3月にですね、ニュートリション&キャンサーという、そういう雑誌に報告された論文で、タイトルはですね、がん診断後のサプリメントの摂取と全脂肪、がん死亡および再発との関係、システマティックレビューとメタ解析、そういうタイトルですね。で、この研究ではですね、2019年の4月までに報告されたがんの診断後のサプリメント摂取と生存率に関する、複数の研究、これは観察研究とランダム化比較試験を含んでいますけれども、これを集めてですね、メタ解析という、そういう手法で、さまざまな種類のサプリメントとがん患者さんのですね、全ての死因による死亡率、それからがんによる死亡率、それから再発率との関係を調査しました。で、その結果ですね、いくつかのサプリメントにはがん患者さんの生存率を改善する効果があるということが分かってきました。まずですね、カルシウムですね、このカルシウムの摂取によってがん患者さんのですね、全ての死因による死亡リスク、全死亡リスクが 12% 低下していたということですね。そしてがんによる死亡リスクが 29% 低下、特にですね、この大腸がんによる死亡率がですね、34% も低下していたということですね。そしてもう一つはですね、このビタミン D ですね、このビタミン D の摂取によって、がん患者さんのこの全死亡リスクが 14% 低下していたという結果でした。またですね、この乳がん患者さんにおける検討では、ビタミン C の摂取によってですね、乳がん患者の全死亡リスクが 21% 低下していました。また、ビタミン D の摂取によって、乳がん患者さんの全死亡リスクが 15% 低下。そして、ビタミン E の摂取によって、乳がん患者の全死亡リスクが 14% 低下していました。また乳がん患者さんの解析ではですね、この再発率ですね、再発に関してもマルチビタミンの摂取によって再発のリスクが 21% 低下していたということと、ビタミン C の摂取によって再発リスクが 24% 低下、またビタミン E の摂取によって再発リスクが 31% 低下していました。以上よりですね、カルシウムやビタミン D、それからビタミン C などのですね、サプリメントによってがん患者さん全体の生存率や、一部のですね、がんの死亡や再発リスクが低下するということが示されました。ただですね、サプリメントの量やこの摂取した期間などの詳細についてはこの研究では分かっていません。またですね、こういった複数の論文を総合評価するメタ解析も万全ではないことと、これらの解析はですね、主に観察研究の結果に基づいていることより、この結果がですね、100% 正しいとは限りません。今後ですね、より多くのランダム化比較試験などによって、
まあ、さらにですね、こういった結果が検証されるべきであるというふうに結論付けています。そして最後にですね、まあ、がん患者さんがサプリメントを取る上での、まあ、注意点をちょっと挙げてみようと思います。で、まず、目的に合ったものを自分で選ぶということですね。まあ、これは人から勧められても、まあ、冷静にですね、自分でちょっと調べてみて冷静に判断するということが大事だということですね。それから食べ物から摂取できる成分はできるだけ食事からということですね。サプリメントにあまり頼りすぎないということです。それから飲むなら信じて、まあ、これ飲むなら効果があるとですね、信じて飲むことが大事だと思います。そして高額なものには注意が必要ということですね。これ高いから必ずしもこれ体にいいとかがんに効くというわけではありませんので、まあ高ければいいというわけではありません。そして、まあ、主治医に相談することですね。これは特に、まあ、抗がん剤治療中には治療に影響するサプリメントもありますので、まあ、注意してください。というわけで、まあ、今回はですね、がん患者さんがサプリメントを摂取することで生存率が改善する可能性があると、そういう研究結果を紹介しました。まあ、私自身もですね、健康のためにサプリメントを取り入れていますけれども、まあ、飲むなら信じてということですね。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えしていきます。皆さんの知りたいことや取り上げてほしい話題などがありましたら、コメント欄の方で教えてください。また、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。